こんにちは。いつも強化された機体で成し遂げたいオンドレアスです。今回はこの、かっこよすぎるけどその太ましい体のせいで、大体のゲームで赴いている XS ガンダムで成し遂げていくよ。今回はレベル2に登場してきているので、戦場は700コストですね。まずは身を潜めて気を伺います。ちなみにもし何かがこちらに借りに来たとしても、変形で大体突破できるので安心。スマートガンフルチャージショットからバックパックビームカノン、大体部ビームカノン、頭部インコム、リフレクターインコムという流れ、通常形態時は大体このコンボを基本に戦っております。そして変形突撃はスマートガンフルチャージショットからビームカノン2発、可能であればラムアタックといった感じですね。この変形解除着地しながらスマートガンをチャージするのが非常に重要。これをしないと射撃コンボの回転率が著しく低下しますね。2020年12月、およそ2年前の実装時の XS ガンダムは、でかいのに低すぎるアーマー値、空中ダッシュができない、チャージ時間長すぎ、リフレクターインコムが壁打ちすぎ、宇宙で硬直バグ、格闘連撃がない、アリスが弾幕魔、とまあ今思い返せば結構苦しそうな感じに仕上がっておりました。そのため2021年1月、そして11月に結構大きめの強化をもらい、アーマー値向上、空中ダッシュ、格闘連撃ができるようになり、スマートガンのチャージ時間も短縮、リフレクターインコムも気を利かした挙動に改善され、旋回や移動補正も向上、実装時とはまるで別機体に昇華したわけですが、それでもダメだったようでこの度3度目の強化となりました。本機は豊富な射撃兵装を主軸とした、中距離戦を得意とする機体としております。過去の調整では MS 損失数を改善するため、機体性能を強化しましたが、各種戦績が再度低下傾向にありましたので調整しました。ということですね、勝率は 48%、レベル2に至っては勝率 42.3% というとんでもねえ数字を叩き出してましたね。まず非蓄積よろけちがためられづらくなる、ダメージコントロールのレベルが1から2に向上。レベル2の XS ガンダムはダメコンレベルが2から3に向上しており、まあこの強化がめっちゃ刺さってます。というのもですね、700コスト戦場には超よろけを持った機体があんまりいないので、全然撃ち落とされないんですねー。ダメージコントロールレベル3の変形機はマジで不沈感。一方で650コストでは超よろけ持ちの機体普通にいるので、レベル1の XS ガンダムの方が撃ち落とされやすいのではないでしょうか。落とされない変形、加えて変形時のビームカノンのヒート率が改善されたことにより、ビームカノンが一発オーバーヒートではなくなりました。これにより先ほどから行っているコンボフルチャスマートガンビームカノンビームカノンができるように、レベル2の武器であれば、そのコンボだけで武器威力8900、さらに固定ダメージ2000のラムアタックまでお見舞いできる。そう、この機体通常時はもちろん、変形中も高火力な機体となり、どちらもしっかり叩き込んだ際の火力は一級品、もう趣の香りなんて感じないですね。残念蓄積よろけも取れちゃうんですねー。変形中の武装はどちらも蓄積値が高め、さらにビームスマートガンは、これまでスラスターを付加しながら射撃できなかったのですが、スラスター射撃が可能になったので、変形したらとりあえずスラスター付加して突撃射撃。これだけでめっちゃ強いムーブになりましたね。簡単で強い。また、今期はこれまでアーマー値が 30% を切るとスキルアリスが発動し、機動力が向上していたのですが、スキル発動が遅すぎてアリス発動しながら爆散、アリスの機動音がさながら弾幕魔、そんな感じだったのですが、この度アーマー値が 50% を切った時点で発動するようになりました。このアリスによる機動力向上、特に燃費が良くなることで変形がより活かしやすくなり、立ち回りやすくなりますね。50% からの発動、なかなかいい調整じゃないでしょうか。機体レベル1の強化はここまで、機体レベル2はさらにこれらの超強化。どれもありがたいですが、射撃個性が7も向上したことでさらに磨かれる火力。とはいえ相変わらず低い対角闘補正、また即よろけを取る主な手段が静止射撃のバックパックカノン。詰められたらめちゃくちゃ脆く吐かない機体。ほぼほぼ汎用機のふりした支援機だなと感じますね。
そのためこの機体が複数枚いると前線崩壊を起こしやすいのではないでしょうか。射撃戦もバカ正直に打ち合うとホバートでかい体のせいで先によろけさせられがち。地形を生かして有利ポジションから撃ち込む、またはこのコストの汎用機の射撃武装といえば大体ビームマグナム。ビームマグナムの射程は350に対し、スマートガンフル社の射程は550。射程を生かした射撃戦に持ち込むことでも有利が取れますね。支援機と大きく違うのは、埋められそうになったら不沈管変形で突破が容易なこと。でかい体はこのように地形でカバー、いかに先に敵にぶち込むかである。はい、黄金コンボ参ります。通常時の大体部ビームカノンは途中で止めずにフルショットしてオーバーヒートさせています。降りたと見せかけて変形突撃、どや、イライラするやろ。そしてまた得意な距離にポジションチェンジ、詰めてきても引き離せちゃうんですねー。なかなか詰めさせてくれない高火力射撃機体、これほど厄介なものがあるだろうか。カスタムパーツは補助ジェネレーター4、3、1で武装のヒート時間を短縮しておりますね。変形多用できるようになったとはいえ、これぐらいのヒート短縮は欲しいかなといったところ。あとは射撃補正ガン済みしております。ちなみにフル回収していれば、夢の射撃補正ガン機と100にも届きますね。このユニコーンやらかしてないですか。この場面で歩兵で湧くからこんなことになりますね。勉強代は機体で払ってもらいましょう。いけいけいけ5555。ちなみに本機のインコム製造は、NTD 発動時のサイコメジャックで一定時間使用不能になるんですが、本機のインコムはそれほど重要な武装ではないので、あんまり問題ではないという点もいいところ。またしても超絶有利ポジション、この戦いほとんど平地でまともに打ち合っておりません。だがそれがつい、アリス発動しましたね。弾末魔なんて言わせないぞ。アリスにより軽快なフットワークとなりました。逆に足踏み外しそうで怖いなんて言えない。残り時間20秒、ヘイトが高まってきてる予感がしますが、変形機じゃない君たちで簡単には仮に取れないんだなこれが。少年のユニコーンはユニコーンモードだしアーマーまだまだ残ってそうですね。目標を変更、ドーベンウルフをロックオン。いやーあともうちょい、落とさせてー。あーもう時間がありません。惜しい、あとほんの少しスマートに動けてたら落とせましたね。汎用機という名の強行突破できる支援機、XS ガンダムでした。えげつない火力発揮能力はやみつき。それでは今回はこの辺でー。